はい、もう3時ですね。相変わらずの寝坊フィッシングで、まず最初に1箇所目はトップでポッパーでやってみようかなと思います。あのね、僕はプロレスが大好きなんですよ。で、僕の好きな選手にね、鈴木みのる選手っていうのがいるんですけど、それの限定のポッパー、その人も釣り好きなんでね、ちょっとこれで様子見ていきます。ナイロンラインね、シルバースレッドアンブッシュに巻き替えてます。出るかな。出てよ人はなぜ探し続け、風になれ。あれ、風にならんぞ、おかしいな。ちょっと移動してきましたね。ここもちょっとフラットなエリアで、今アユがねかなり他のエリアに比べて寄ってるから、チャンスはあるかなと。で、またトップでやっていきたいなと思います。で、この天気が続けば、ここ絶対夕方釣れる、続けばね。そんな風吹かんかったら絶対夕方来るよ、ここ。はい。で、バスジェットはね、いれば多分ね、数頭で勝負が決まるんで、出なかった場合はフォローとしてこのコトカスで、ちょっとクリアで若干フラッシングするようなモデル、ローライトなんですけど火は高いんで、こういうカラーでやります。で、これでもしもっと風が吹いてきたりしたら、もっとメタリック系のフラッシングが強い色に変更してやっていきます。コトカスとバズジェットの二刀流で、サミングを選ばない理由は手前が浅いからですね。はい、ここもね、なんもない、まあ、浜なんですけど、そこにあるちょっとした地形変化というか流れの変化ですね。ここをちゃちゃっと打って移動します。でね、ホッコって流れ込み結構あるんですけど、その中でもちょっとね変化のある流れ込みというか、ここはね流れ込みが重なってて、でサンドバーがちょっとできてて、すぐそこで落ちてるんですよね。そういうところをやってもらった方が効率はいいかな。こういう場所はタイミングなんで、正直目星ルアーで何とかして、いなかったらもういないんで、絶対移動してください。移動した方がいい、絶対に。はい、ちょっと今年不調の場所ですね。いつもねここで何かしら釣れるはずなんですけどね、今年はねハスさんも釣れてないっていう、今日まだ坊主なんですけどなんとかならんかい。坊主はあかん、この辺り来るやろ。なんで今年こんなここ釣れへんの。お、ボイルあったね。ちっちゃそうやけど、背に腹は変えられんぞ。で、当たりがないっていうね。あ、そこもなんかいる。お、来た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 。うわぁ、ちっちゃい。これはちっちゃい。まあ、めっちゃいいバスなんですけど、ちょっとサイズが。ほい、チビ。サミング。これね。めっちゃ調子悪いな、ここ。もうちょいマシなサイズいつも釣れるんやけどね、毎年毎年。あれ？はい。全く釣れません。ちょっと待って、あのチビ一匹だけっていうね。いくら始めた時間が遅いからといって。まあそんなこともあるよと、Kさんそんなこともありますよというコメントお待ちしておりますね。青空に残された私のおでこはハゲているって、おい、ツイッターに画像アップしてからデコ来てるねって言ったやつやめろ、デリケートな問題や。ハゲっていうコメントだけはやめてね。だいたいね、俺のおでこは別にそんなハゲて